なり厳しい今のシーンご覧いただきましょう。これです。ストライクですか。石村さん、本当に我々走りもう一回ね、気を引き締めるためにもね。あ、なるほど。はい、はい、まあ、それと練習の時の表情とね、こうやってゲームに入った時の表情がね、メリハリをね、なんかそうです。いや、同じコースはおかしいじゃないかって言ってるんですよ。あ、そうですか、うん、さっきと同じコースです。あ、逆に、何かしかしこれは、あ、斉藤の方も今のはなんでというふうにね。あ、そうですか。ワイエンド3となっています。まあ、ピッチャーとキャッチャーがあれだけ言ったらストライクっていうことが多いですけどね。そうですか、はい、ツーアウトランナー三塁です。引っ掛けて、これはセカンドゴロです。スリーアウト。サードランナーは残塁と主審に対して、長嶋監督がご覧のように、ストライクボールの判定なんでしょう、抗議するというシーンが見られました。気合が入っている今夜の長嶋監督です。さて、中日巨人17回戦、改めまして放送席をご紹介させていただきます。牛島和彦さん、そして田淵光一さん、お二人の解説でお楽しみいただいているわけですが、牛島さん、フォアボール、久野さん、はい、三塁側ですが、はい、真ん中インサイド入りのストレートだって言ってましたね、はい、でもとにかく儲けた儲けたと、うん、この辺りで入るのは、まあ、ここと広島ぐらいかなということでね、はい、にんまりしてました、はい。今もご覧いただいている本人ちょっとびっくりしたような、この前の3連戦ですが、はい、とにかく疲れがもうピークに達していたそうですね。で、あの三塁側のダグアウトからね、ライトへのポジションまで守備につくのももうしんどかったということを言ってました。あ、そうですか。ですから、あのこの中日との3連戦の最初の中止になりましたね、まあ、あれなんかは松井自身にとってはね、ちょっといい休養になったんじゃないですかね。なるほどね、はい、という話、林アナウンサーのリポートでした。バッターボックス落ち合い、トゥーラスイング、3球目打ってバックネットオーバーのファールになった。まあ、それと、ね、今までやってた仲間の癖も知ってますしね。なるほどね。投球内容も知ってますから、はい、ご覧のような中日戦での戦績です。性格をね、読まれると辛いんですよ、ピッチャーって。ああ。手ね、勘ぐってしまうんですよ、ピッチャーの方が。そして落合の凄さを、ある意味では一番そのチームメイトだった人たちが知っているのかもしれません。ああ、右中間だ。完全に終わった。俊足の松井、